皆さんこんこにちはギタリストの高めのぶきですシリーズでお届けしている指板把握の動画なんですけども皆さん、えー、指板上で C メジャースケールのフィンガーボードビジュアリゼーション視覚化、えー、だんだんとできてきましたでしょうか今回は、えー、こうして、えー、だんだんと指板上の音をですね把握できるようになってきたら、えー、皆さんに是非とも始めていただきたい基礎練習について紹介したいと思います。 いきなりなんですけどもその基礎練習というのはでですすねずばり楽譜を読むことです今回はまだ楽譜を読んだことがない特にですねほとんどの場合がタブ譜を使ってこれまでにですねいろいろとギターを弾いてきた方にですね楽譜入門ということでまず初めに譜面の読み方そしてその後にですね絶対音感と相対音感の人の譜面の捉え方の違い 最後はですねギターについてのあ倒と驚く楽譜についての秘密なんかも紹介していきたいと思いますので皆さん最後までゆっくりとご覧くださいでは早速いってみたいと思いますここまでにですね既に指板把握についての動画をいくつかアップしていますまだご覧になっていない方は概要欄の方にですね動画再生リストのリンクを貼っておきますのでこの動画を見た後にでも見ていただけるとより理解が深まるんではないかなと思います それで早速始めていきたいんですけども今回の内容なんですけども冒頭にも言ったようにこれまでにタブ譜は読んだことがあるけど実際にですね楽譜の音符を読むというのが苦手もしくは読んだことがないという方を対象にしています。 タブフを読むときにはですね、リズム的なこの譜面の譜らというかですね、全音符、2分音符、4分音符、8分音符、16分音符、そういったことはですね、すでに目にされている方も多いと思いますし、すでに馴染んでいる方もいらっしゃると思います。ですので今回は特に苦手な方が多い、音を認識するということにフォーカスして進めていきたいと思います。それでこちらを見ていただきたいんですけども、 えー、ギターが書かれている楽譜というのは、えー、トーン記号がついているこのトーンの、えー、レンジで書かれているんですけども、えー、まず、えー、このような形で、えー、音がですすね線のの上ににあっったたりりススペースの中に入ったりしていますでこの、えー、もう入っている場所とか置いてある線のところで、えー、音というのは変わってくるんですけども、えー、この音をですね 場所と音を一致させるというのがまあなかなかこう骨の折れる作業なので今回はですねおすすめの練習方法というかですね暗記するポイントをえ紹介していきたいと思うんですけどもまずえこちらにある音5本線があってえその下にですねえさらに音を書きたいということで線を書いてその上に書いてある音この音がミドル C というえ音なんですけどもえギターで弾くとですね5弦の3フレットもしくは。 6弦の8フレットこの音を見たらギターの楽譜の場合はこの今言った2つの C どちらかを弾くことができますそれで今回はですねどちらのポジションを使ってもいいんですけどもシリーズの最初の方でも紹介した。 この C の、えー、オープンコードの周りにまとわりつく、えー、この C のですねメジャースケールの音を使って、えー、紹介していきたいと思います続いて、えー、もう一度ですね今さっき、えー、見ていただいた楽譜、えー、こういう風になっているんですけども、えー、下からどん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 上に上がっていくような感じで音が書いてありますアルファベットの A から G までを使いますですので例えば CDEFG という風になったらその次は A B C D E F G という感じで、またその A から G の間を繰り返すという形になります。それでアルファベットだけこう聞いているとですね、例えば二つの C があった時に同じような C になるんですけども、楽譜上で書いてみると一つは低くてもう一つは高い、まああのロー C だったりハイ C だったりというふうな感じでえ表現することがあるんですけども、そのような形でえ C D E F G A B C となった場合はこれは一オクターブ上がっているということになります。 その C から C まで1オクターブ弾く場合は楽譜上ではこのようになっていて指板上ではミドル C の音が5弦の3フレットでした。ですので CDEFGABC、e, というこれらの音を弾くことができます。 すでにシリーズでですねいろいろとご覧になって練習されている方はこの時点ではもうすでに逆にですね指板状の音 CDEFGABC というのは分かってらっしゃると思いますですので今回はこの楽譜に書いてある音を認識する2つのポイントをここから紹介していきたいんですけどもまずこのスペースの音に着目してみましょうスペースの音を見てみると下のスペースから F2 番目が a 3番目が C そして最後一番上のスペースが E となっていますこれはですね実は英語の「FACE」「顔」という単語のスペルになっているんですけどもこのような感じでスペースの中の音を見るとこの「FACE」というふうに覚えてくださいそれでこの「FACE」をですね覚えるだけではなくて実際に指板でこの覚えていくためには実はこの、F「FACE」C e、というのは「FACE」 この、F、のの F メジャーーと言われるコード構成音になっていますですのでまずミドル C を覚えましたそれで C で何かがあってあここに F があるなその場合はこの F の音そして次のスペースは A そして次のスペースは C で最後一番上のスペースは E これを結びつけて覚えるとですねすでに ミドル C の5弦の3フレットそしてスペースの中にある F, F A C E これらの音をです、ね、しっかりと覚えていくことができるのでこう譜面を見た時にこのフェイスをしっかりとですね見えるようになるそして指板上でこの形が見えるようになるということをです、ね、意識して練習してみてくださいそれでフェイスを使うとですねこのスペースの中に入っている音をですね認識することができました で,、えーとですね、こうカウントしていくとフェイスの、えー、F と A の間には G がある A と C の間には B があるという形で、えー、線の音も覚えていくことができるんですけども実はここでもですね一つある、まあ、こう文章を使うと、えー、この線の音を覚えていくことができます線の音に着目してみるとですね下から EGBD そして F になってます えー、ちなみにこれはですね残念ながら何かのスペルにはなってないんですけどもここで皆さんに是非とも覚えていただきたい文章がありますちょっと英語になるんですけども Every begins doing fine guitarist doing この単語を覚えたこのそれぞれの単語の頭文字が EGBDF になっていますそれでこれも今さっきと同じように E の音はですねこの えー、4弦の2フレットの音そして、えー、G の音は解放弦 BDF になっていますもう一度弾いてみます EGBDF この始まりのところはですねこうなんかこう解放弦で弾くような Em のコードの始まりの、えー、EGB になっていてその次がですねなんかこう d マイナーコードの。 オープンコードのこの上の2つの音みたいな感じになってるんですけどもこれを覚えると EGBDF ですそれで皆さんに最初にお見せした音の表なんですけどもミドル C の音そしてフェイス e v e r y g u i t a r i s t b e g i n s d o i n g f i n e のこれから漏れている音があるんですけどもそれの見つけ方をちょっと紹介してみたいと思いますちなみに漏れている音というのは下の方にある D の音と上の方の G の音なんですけども。 えー、この音に関してなんですけども、えー、最初にも言ったように、えー、線があったらスペース線スペース線スペースでスペースがなくなっていった場合線の上に書いたり線の下に書いたりということになるんですけどもこういった感じでアルファベットの順に進んでいますですので、えー、今回ここで、えー、今紹介したミドルシート、フェイス、エブリギタリスト、ビギンズ、ドゥイング、ファイン以外の音を見つける時はですねそのもうすでに分かっている音を頼りにしてミドル C の1個上にあるから D なんだ。 もしくは EveryGuitaristBeginsDoingFine の E の音の下にあるから E の前に来る D だというふうに覚えていただけるといいんじゃないかなと思いますそして EveryGuitaristBeginsDoingFineF 一番上にある F の音の1個上なのでこの最後の音はですね G の音だというふうに分かると思うので、まあ、時間はかかることなんですけども焦らずに1個1個確実に覚えていくとですねもうこれから先ミドル C を見たら、えー、このここの音を弾くということもできます そして、まあ、もちろんだんだんポジションを広げていくと違うところでも弾くことはできるんですけどもこのミドル C というのはもうすでに皆さんが覚えたらですねこの先一生使っていくことができると思うので焦らずにコツコツと、まあ、毎日例えば5分とか10分とか短い時間をですね譜面に費やしていくということで確実に音を覚えていくことができると思います。 それでここまではですね音を認識するということをいろいろと紹介してきたんですけども実際にではどのような感じで練習をすればいいかということを紹介していきたいんですけども今回ここで紹介している音というのはですね CDEFGABCDFG という感じでシャープもフラットもついていませんですのでここで見えている音というのは C のメジャースケールの音もしくは A のマイナースケールというふうにも考えられるんですけども 例えば黒本だったりとか自分が持っている楽譜で最初にこの調合がついていないものシャープもフラットもついていないもので実際にその楽譜をパッと開いて今言ったような感じでフェイスもしくはエブリギタリストビギンズドゥイングファインを使ったりあとはですねこうミドル C を見つけながらこの音が C なんだそれで C だったらここの音が弾けるそしてフェイスだったらこの音が弾けるそして E GBDF Every Guitarist Begins Doing Fine だったら、えー、この音が弾けるというような感じで音をを見ながらまずあの認識することを練習してみてみくださいでそれが慣れたらなんですけどもここでちょっと深くは、えー、紹介しないんですけども実際にリズムに合わせて、えー、その音を見ながら、えー、指板上の音と合わせながら弾いていくという作業になると思います。 ただですねまずは音を認識するというところからですね始めることで楽譜に取り組む取り組みやすさというのも違ってくると思いますのでまずはステップバイステップで音を認識するということをやってみてくださいもしリズムも入れてやるというふうになった時にはですねできればまずはですね四分音符とか全音符とか二分音符とかそういった音数の少ないものから音数の少ない曲ですねそういったものから始めてみるといいんではないかなと思うので皆さんいろいろと各自工夫しながらやってみてください では、えー、ここからはですね、えー、皆さんにぜひとも知っておいていただきたい、えー、譜面を読むことについての注意事項をいくつか紹介していきたいと思います。僕自身、えー、ジャズやアドリブを始めた時に楽譜が読めないといけない、えー、もしくはですね楽譜を見ながら演奏するということがですね当たり前のような感じで えー、まあいろんな人から、えー、教わってきたんですけども、えー、僕個人としてはですねアドリブをするときはやはりアドリブに集中したいということもあります、えー、バンドメンバーの、えー、顔とかも見ることができますし動きも見ることができますアドリブにも集中することができるので僕自身は、えー、個人的には譜面を見ながら、えー、そういったアドリブをするということは、えー、あまり、えー、おすすめはしていません このことに関してなんですけども以前曲を覚える時にでも紹介したんですけども譜面を見ながら演奏するというのは例えばですね皆さんがこうカーナビなんかを使いながら目的地に行った時多分目的地には到達できたんですけども その行き道というのはなかなか覚えていないというのが現状なんではないかなと思います。逆に自分がですね、限られた情報を頼りにこうちゃんとこう目で見ながらですね、あのたどり着いた目的地というのは意外と行き方っていうのも忘れないっていうこともあるので、僕自身はアドリブをするときには皆さんにはですね、ぜひとも譜面を見ないで演奏するということをお勧めしています。ただ譜面が読めることのメリットもですね、かなりたくさんあります。 そのメリットのいくつかをちょっと挙げてみたいんですけどもまず楽譜に書いてあることが分かるようになるとタブ譜だとポジションが指定されているんですけども楽譜だとポジションを自分なりに作りながら弾いていくということができるのがまず大きなメリットだと思います。あとはは実際ににでですね世の中には楽譜でしか 触れることとがでできないいい音楽ううののももありますすしそういったものはですねやはりこう楽譜が読めるようになっているとそういったところから本を読んでいくような感じで音楽に出会うということもできるのでそういったこともやはりこの楽譜を読める大きななななメリットになるんではいいかなと思いますそしてやはりこうギタリストにとっては馴染みの深いタブ譜なんですけどもこの譜面が読めるようになることで実はこのタブ譜の新たな良さそういった一面に気づくこともできますし。 何よりこの画が読めることで他の楽器の人とコミュニケートするのが楽になるということもありますですので譜面が読めるようになるということはもう本当にメリットしかないんではないかなと僕は思いますただ僕自身はですねやはりこうジャズを始めた10代の後半20代の前半ぐらいはですねなかなか譜面を読むのが苦手でした ただ今回ここで紹介したフェイスだったりとか EveryGuitaristBeginsDoingFine あとそれ以外にもですねまた機会があれば YouTube の動画で紹介したいと思ってるんですけどもいろんなテクニックを使っていくことで独婦、まあのテクニックを使うことで楽譜に対して苦手意識というのがどんどんなくなっていきましたですので皆さんもですねぜひとも、まあ、あの先ほども言ったんですけども毎日コツコツと継続的に続けていくのをおすすめしますそれでもう一つすごく重大なポイントを紹介したいんですけども えー、このですね今回ここで紹介した音の読み方 CDEFGABC、e、というふうに書いてあるのは、えー、音名と呼ばれています、えーまあ、アルファベットで表記されてるんですけども、えー、この音名は楽譜を見た時には変わりませんただ、えー、皆さんの中にですね、えー、絶対音感をお持ちでない方、まあ、ちなみに僕も絶対音感ではなくて相対音感なんですけども、えー、そういった方でですね、えー、C の音をドだ D の音をレだというような感じでドレミと CDF を結びつけて考えていらっしゃる方がいらっしゃるんではないかなと思いますこれはですねいろいろと音楽教育のま流れとかもあってそういう風になっている部分はあるんですけども僕自身相対音感を鍛えるま移動度でのソルフェージュで 鍛えてきた中で、えー、皆さんに是非とも最初からですねやっていただきたい、えー、こう考え方なんですけどもそれはできるだけこの CDEFGABC というのを固定したドレミファソラシドで、えー、結びつけないように、えー、最初覚えてくださいとはいええー、今回ここでやっているのは C のメジャースケールなのでドレミファソラシドというふうに、えーまあ あの実際にはこう歌う時には歌うんですけども心の片隅にですねこれからえ例えば F のメジャースケール b フラットのメジャースケールといったえ他のスケールを覚える時には F の音がドに変わるそしてドレメァスラシドという感じで F を基準にしながらドレメァスラシドがこういうふうに動いていく b フラットがメジャースケールであれば b フラットにえーこうドが降りてそれからドレメァスラシドというふうに変わっていくというドが移動するという感覚をですね これから先鍛えていくんだという意識を持って今回の内容を取り組んでいただけるといいと思いますそういった意味では今回ここで紹介しているのは音名を覚えるということで指板の音を把握していくことも実は CDEFGABC という感じでこのアルファベットの音になっていますですので今回はこの譜面上の音名の音と指板上のこの音名の音を結びつけていくそれをやりながら「ドレミファソラティド」という練習をする ただこのドレミファスラシドというのは今後ドレミファソラティドという感じでキーが変わった場合はドが動くんだという認識で今回の動画に取り組んでいただけるとより発展性を持った基礎練になるのでそういったことを皆さん意識してやってみてくださいそれでは最後に冒頭でも皆さんにお話ししたギターの譜面にまつわる秘密を重大な秘密をですねお知らせして終わりたいと思います このミドル C を見た時に C のこの語源の3フレットの音を弾くというふうに紹介してきたんですけどもこれはギターの譜面のの面場合はこの音を弾いいてくださいちょっと遠回しの言い方になってしまったんですけども実はギターはですねあまり知られていないんですけども胃腸楽器と言われる楽器になっているんですけども実際に書かれている音と鳴っている音が違うという楽器です。 ただ少し厄介なのがサックスとかですね、トランペットというのはですね書いてある音と鳴っている音が違いますただ、えー、ギターに関してなんですけどもトランペットやサックスといった、えー、実際に鳴っている音まで音名まで違うという楽器ではなく鳴っている音の音名は同じただ1オクターブ、えー、違って聞こえるという、えー、一応楽器になっていますですので、えー、ギターは、えー、実際ギターの楽譜で書いてある時というのは1オクターブ上に書いてある楽譜が、えー、ギターの楽譜になっています なので、えー、弾いてみると1オクターブ上に書いてある楽譜を読んでいるので実際に鳴っている音は1オクターブ下になっているという、えーまあ、楽器になるんですけどもこれがですね例えば、えー、他のののの楽楽器の人ととと演奏すするいいうのははギターの楽譜ではないことがありますその場合はですね1オクターブ上げて、えー、弾くことが大切になってくるんですけどもそういったことはですね まあおいおいこうやっていく上でえまあ実際のこの指板の音を覚えたりすることでえ対応することができるようになっていくので今回はギターの楽譜というのは1オクターブ上に書いてある一応されたものだということをですねまたこれまた心の片隅に残しながらこれから楽譜を読む練習をして実際アンサンブルで演奏する時にはですねそういったことにも対応していくということを考えていくのがいいんではないかなと思います。 今回の動画は以上です今回はこうして、えー、ミドル C フェイスそしてエブリギタリストビギンズドゥ b e g i n イ d o i n g f i n e を使って音を覚えていくという方法を紹介しました今回はこうして、えー、ミドル C から上の G までを紹介したんですけども来週は、えー、さらにその上の音の覚え方だったりとか下に出てくる音の覚え方あとはポジションの考え方なんかも紹介したいと思いますそして、えー、ギタリストとして、えー、ぜひともできておいた方がいいヘオン記号の、えー、楽譜の読み方のワンポイントレッスンなんかも紹介していきたいと思いますので ままだ YouTube のチャンネル登録をされていないいな方はぜひともよろししくお願いしますそしてこの動画をご覧になって参考になったなという方はいいねボタンあとベルボタンを押していただけると僕が新しい動画を公開した時に皆さんの方にお知らせがいくと思います最後までご覧いただきどうもありがとうございました